また見に来ちゃった。好きなのかな。そう、好きやわそれ。あっくんのクロール。今日の晩ご飯はね、あの三角チョコパイ食べた。けど三角チョコパイだけやから。なんか犬のさ、おもちゃが見えてる。名古屋城。ドゥ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 。あ、名古屋城です。ほんまに名古屋城で行ってないけど。犬が遊んでる。行くよ行くよ行くよ。ああ、そっちがいいの。みおちゃんの友達、みおちゃんの友達かまんとって。みおちゃんの友達かんだか、みおちゃんの友達かんだか。かわいい、かわいいわ。え、こっちもわがままやな。一個で我慢しいやん。ほんま、わがまま。あ、かわいい、言えてる。モップ犬。冬に散髪します。みゆちゃんの友達はね、これもう汚い汚いよ、もう犬が噛みまくって。どっちがいいの選んで。どっちがいいの、どっちがいいの。こっちやったら音なんで。いや、噛みにくい。噛んでるやん、噛んでるやん。かわいい。ボジュリアン完了です。ありがとうございます。グーじゃないよ。かわいい。犬さんですよ、犬さん。もう今モップ犬映したら怒られる。絶対後で怒られるわ。また汚いの映して。そんなん置いといて。りあんちゃんこんばんは。まきこさんのショールーム行ったの発見したよ。あ、最初こうなんか練習してて。あ、かぼちゃありがとうございます。パンプキン。パンプキンありがとうございます。え、なんかでこう通知が来たんですよ。私ショールームあの通知をねオンにするようになったんですよ。オンにするようになったんですよ。基本全部通知オフなんですけど、アプリ系で。えっみたいな。えっみたいな。ショールームで私しっかり初見ついてました。そうなんですよ。9月の中旬くらいにフォローして、首が鳴るの。そうなんです。で、恥ずかしかったです。あのブログにも書いたんですけど、こういや自分でも初見のつもりがなかったんですよ。初見のつもりがなくて、でこうコメントした時にあれみたいな。でなんか一番最初にもうパッてもう通知の来た時にパッて押したんですよ。でそしたらなんか壇上の下らへんにいて、でこれやばいと思って消して。でみゆちゃんに「あやばいやばい、壇上乗りかけだ」とか言って。であの5分ぐらいしてからまた開きました。
なあ。めっちゃ緊張して、めっちゃ緊張して、あのちぎりはってちょっと以上です。なんかラム太った？絶対太った。何食べてん、何食べてん、おい見た目で、あー来た、かわいい。荒ぶってないですよ、わかんない。あ、カノンちゃん、カノンちゃんだ、初見です。やめてよ、初見じゃないじゃん。え、あコラボできんかな、できんか、できる、できん。今はもうすっぴんタイム、スキンのリーズカノンちゃん、どうしたん、どうしたん。あ、うちの家、あのトイプードル3匹いるんですよ、ほらマジでこれ顔三角、はーいって待って、何がはーいや、何がはーい。え、これですか、これ。なぎちゃんとかさ、もうそういうさネタ求めんなあかんで。え、なんか最近ちょっとなんか自分でも怖いなって思うのが、レーズン投げたんじゃない、直したの、やめて、持ってこんとって、もうやだえ、なんかあの最近こう MC とかでも面白いこと言わないとって思っちゃうんですよ。でもなんかすごい、なんか帰ってから反省してます、いつも、はあ、今日は面白いこと言えなかった。誰もありがとうございます、ありがとうございます。ついにけどマキコさんのショールームにコメントしてしまいました。私初めて、かぼちゃんありがとうございます。ラジオはネックかぶってた、かぶってないわかぶってないわ。え、すごい、なんかカプカプ出てる、カプカプ、つかまれへんあ、つかめるかな、あ、つかまれへんかった。リカちゃんは10期のお笑いリーダーです。絶対思ってないやろ、だってもうリカが喋ってもさ、みんな笑ってくれへんねんもん、最近。おーおお、かぼちゃんありがとう、捕まえれるかな、無理やった。雨ありがとうございます。ハロウィンか、ハロウィンって人生でハロウィンしたことない人生でハロウィンしたことないんですよ、私。してみたいな。私のお母さんキャラ濃すぎてやばいんですけど、助けてもらっていいですか。あ、かぼちゃありがとうございます。なんだろう、なんか死神が寝るみたいなやつ、ありがとうございます。私のお母さんさ、癖強すぎてさ、これはほんまにマジで笑かせる自信ある。見て、動くのめんどくさいとか言って、こんなん買ってきてこんなんまた見せたらめっちゃ怒られねんな。だから言わんとってな、ここで秘密な。あ、ごめんね。これでさ、こうみおちゃんの友達をこうするわけですよ。あ、こういうためにね。アイシャドウありがとう、毎週。そう、私ほんまに青のラメが似合わんかった、だから逆にもらってくれてありがとう。パンプキンありがとうございます。面白かったやろ、バルタ。嬉しい、今日も平和や。あー、なに、めっちゃ可愛いやん。て、今配信で言っとった。え、今配信してんの、イシズ、イシズ
いっぱい使って。なんか面白い話あるかな。だるまありがとうございます。1,2,3,4,5,6,7,8 今配信してるのって向こうも言ってた。みつきちゃん嫌いやって。やらんこんばんは。れんれんれん夜なんて珍しい。そうやろ。ハートありがとうございます。漢字読めんくてもあの意味はわかるで。え、面白い話あるんですか。ムカつくわ。レンヤって読むんや。めっちゃ言うやん。キラキラリンキラリラリンでした。キラリラリンでした。面白い話と聞いてきました。もうほんまありえへん。存在自体が面白いですやろ。最近ね、あ、言わんかったっけ、なんか言ったわ、多分言った。なんかこのさ、笑った時の筋肉がさ、なんかもう脂肪やねんけどなんか上に洗うからさ、なんか目がさこうなんねんけど、そうならへんように横に広げる筋肉を使おうみたいなやつをねやってたんですよ。何も成果得てない。なんかこんなんすね、こんなんすね。帰ってない。くーな、30秒やめて、少しやめてな。そう、不自然な笑顔。ハートありがとうございます。何何でしゃばらんとって。顔がおもろいね。それはもう悪口やん。ありがとう。おうどん、なんか最近、あ、アイドルなんですか。大丈夫か、レイズ。何をしてるんだ。マジで何してんの。めっちゃ見てるで。何をや。大丈夫。タン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 。ワンコロパイセン不調。ワンコロパイセンね、最近不調。ちょ、お給料払わんかったらさ、ちょっとブログでの嫌っつってやめた。マジであれ続いたん1回とかでしたっけ。私2回3回。あつ森しようかな。やっぱ時代の最先端行ってるんで。あれテレビじゃないんです、パソコンなんです。テレビはこっちにある。使ってないパソコン、もう5年くらい多分使ってない。ブログ読んだよ。みくるんとりかちゃんで石津さん奪い合う展開。いや、みんななんか表側はなんかラブラブやけど、結局みんなリカのこと好き。ありがとうございます。じゃあほんま言葉なく私面白くないから、問題なって思う。でけえな、ほんまにトイプードルか。絶対トイプードルちゃうやろ。出直せ出直せ。ハロウィンしてみたい。
これでかかった、でかかったな。なんか K の瓶の早いんですよ、うちの子。ドイプードル、いやや、プードルなんかもしれない。なんかめっちゃでかいトイプードル、めっちゃでかいトイプードルって言ったら日本語かし、めっちゃでかいプードル知ってますか？なんか動画とかであるんですけど、もうほんまに人間ぐらいのプードル、なんか鳥肌立った。天一ファイブって何？やばないそれ。私たち天一ファイブです。青木さん今日は何のコスプレですか？ハロウィンです。もうさ、ツッコミがさ思い浮かばへんからさ、やめてくれへん？チーム天一行くぞ、あ行くぞ、あスタンダードプードルでもそんなでかくなくない？どうなんやろ。やべえ、やっぱ意識高いからさ。わら。リアンさんはボケになりたい、ツッコミになりたい。ツッコみたいんですけど、アホなんで。ボケてるつもりなくても、なんかボケないやと思います、頭が。今日も可愛かったよ。ほなまた。え、早いって。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。なんかいつ投げてくれるのかなと思ってめっちゃ見られてる。名古屋に染まったんですね。染まってないです。頭の回転悪いです。みよちゃんはめっちゃ的確に突っ込んでくれる。ごめんね、仕事戻る。頑張ってください。いつもありがとうございます。ファイティング組んで泣かれた。ごめんなさい。かぼちゃんありがとうございます。同期に見られとったらどうしよう。え、なに？アメちゃん？ありがとうございます。それどうツッコミ入れたらよき？いや、ほんまに入れて、ツッコミ。ツッコミ待ちよ。いら。くれなきゃ、いたずらしちゃうぞ。めっちゃ泣いてるのしさん、ごめんな。ごめんな。リアンは今日ぼーっとしてた。リアンは今日なんか踊ってた。見て、みおちゃんみたいじゃない？みおちゃん、みおちゃんの配信。あ、こんばんは、こんばんは。あ、名前ですか？名前は、あ、西みおです。あ、西みおです。こんばんは、こんばんは。いや、ちゃうんですよ。こんばんは。え、え、なんで？くも、くもおる。名前ですか？西井美代です。ひってひどくないですよ。
今日もチョコ食べました。今日なんかカステラとアンパンとあのなんかチョコのクッキーで迷ったんですけど、なんかチョコのクッキーがめっちゃ美味しくて、あ、ミオユニバやったら全然案内できるじゃあむせる、ミオちゃんのモノマネむせる。どっからどう見ても汗かいてないでしょ。え、うまいですか？私10期のモノマネできるかもしれない。飲み物は日本酒ですか？いや、まだ未成年やからどうも、西井美代です あ、西井美代です。今日前髪の調子悪いわ。どうも西井美代ですみのちゃんバカにしないでこうね、特徴を捉えようっていう。分からへん、ミレイちゃんのおのおねは難しい。そう、あなたと私のつなぐ愛の言葉は301で、全然違うな多分301でミレイ。私のキャッチフレーズはこれからこうするんです。どうも、はちまるです。お芋が大好きでフィリピンから来ました。どうも、フィリピンから来ました。お芋大好き。身長は10期の中で一番背が高いです。はちまるって呼んでください。キラーン、キラリラリン、301でミレイ。あ、フィリピンから来ました。みんな見てますか？どうですか、どうですか、アナースマイル、どうですか。あの、私アーなんで、アーなんで、なんかこう劇場公演はあれですけど、あのなんかね、なんか違うとこで自己紹介するときに、あのみんなの自己紹介を奪って、みんなの自己紹介を奪って一番最初にやらせていただくっていう。どうですか、怒られるかな、怒られると思いますか。あ、どうも西井美代ですどうも西井美代です。もう嫌やん、同期に見られとったらどうすんの。だからこれやろ、美代ちゃんって。だからアトロサーモン大好きですなんか最近こう美代ちゃんと話したいなって思って LINE でいきなりこうアトロサーモンのなんかイラストみたいなの送って、あ、美代ちゃんやん、伊藤さんお願いします。伊藤さん、え、みきちゃんは難しいよ、みきちゃんは難しいですよ。あ、リカがやったらさ、なんかちょっと可愛くぶってるみたいになっちゃうよ。みんなのモノマネな、みんなだって可愛いのにさ、リカはさおばさんやからさ、なんかみんなのさこの可愛いのをリカがやったらさ、なんか年を感じるくない？年を感じないですか？なんか私がやったら、え、大丈夫ですか？トロサーモン最近聞かへんにやったら、この隙を奪って私奪いに行きますよ。はい、トロサーモン大好きです。え、大丈夫ですか？私、石津さん分からへん、ほんまに分からへん。てかもうみんなさ可愛いからさ、このみんなのさ、なんかやったらさ、マジでほんまに32歳かって。マキコさんが、え、
西井美代です。12周年の怒った動画見た。何怒ったって。どうも西井美代です。ねえ、もう困ったらすぐそういうのやっちゃうからさ。みきちゃんはほんまにマネできへんかも。みきちゃん、みきちゃんかわいい、ほんまにかわいい。なんかね、私のお母さんみきちゃんのことめっちゃ好きで、そう、なんかいつもこうみきちゃんの動画とか画像とか見て、これみきちゃん、みきちゃんとか言って、公園とか見て、これみきちゃんって。そう、みおちゃんが、みおちゃんみおちゃん、え、早く見たい、待って、早く見たい、え、よかった、ちょっと待って、めっちゃ面白い。マキコさんの恋プレゼントの画像作って、え、嬉しいです、やばいやばいやばい、え、送り続けてよかった。声うるさ、送り続けてよかったねって今みおちゃんから、みおちゃんから今 LINE こう通知来てたんですけど、え、本当によかった。なんかもう私の恋ね、私ですいません。私ですいません。え、嬉しいです。え、じゃあこれから毎日送ります。単純単純。どうも西井美代です。単純。え、嬉しいですけど、テンション上がったらさ、何、なんかまたなんか自分の発言したことをこうなんか、あ、みくるんが送ってよかった、泣き泣きって、なんかみんなからなんかおめでとうラインがめっちゃ入ってます。みんなからおめでとうラインがすごい入ってる。面白い。いや、嬉しいです。え、え、なんか今日幸せですね。姉さんどうしよう、どうしよう、なんか今日幸せですね。かおちゃんありがとうございます。どうも西井美代です。え、嬉しいですね。なんか今日幸せですね。今日何月何日何曜日ですか。何月何日何曜日ですか。あ、あの記念日です。嬉しい。みくるんからもめっちゃ LINE 入ってる。みくるんとみおたんから LINE 入ってる。10月29日ありがとうございます。10月29日ですね。イエーイ。あ、家が揺れちゃう。あ、泣きそう。え、嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます。え、私なんかいつもこうなんか、あ、マキコさんやってるかなって思って見るんですけど、あの見事にこう10分前とかなんですよ。私が食い開いて、だからいつもパワー取らないと思います。けど私いつも大貧民なんで。え、嬉しいです、嬉しい。あー、嬉しい。青木さん大富豪はなんか帰り道とかにやってます。帰り道とか寝る前とかお風呂入りながらとかやってます。え、嬉しいです。八切りです。そうなんです。今日あのマキコさんのショールームでこうコメントを初めてさせていただいたんですけど、こうビオちゃんと話してて恥ずかしいなーとか言ってしまってて、でそしたら八切りか八切りで、こう青木は八切り派ですって送りたかったんですけど、和が一個なくて、青木はちぎり派ですって。恥ずかしかった、恥ずかしかったですっていうお話です。どうも西井美代です。
青木はちぎりゃえ、私いつも反則負けしちゃうんですよ。あ、そう、そうです、そうです。あ、こんな感じです。こう送っちゃいました。え、嬉しいです。どうしよう、嬉しいやばい、そろそろルール覚えような、覚えれないんですよ。なんか調べようとしたんですけどなんかこれ調べても、なんか私文読むのがほんまに苦手で、なんか語彙力ないんで、これから毎日本読もうって毎日言ってるんですけど、私が唯一読んだ本は嫌われる勇気です。嫌われる勇気は読みました。え、嬉しい、やばい、嬉しいです、ありがとうございます。もう単純なので、もうなんかもうなんかもう1時間に1回ぐらい送ります鬼滅は見たことないんですよ。最近見てるのが、なんかこうネットフリックスで上位に上がってるやつを見てて、あ、鬼滅も入ってる。で、ミレイちゃんがすごい見てて、映画見に行きたいって言ってました。西井さん今日も配信やってくれないかな。あ、じゃあ西井さんがもし配信やったら、私のこのこれをね一緒に並べてください。あ、西井美代です。西井美代です。今日もトロサーモン美味しい。ミレンちゃんがみんなに断られてると私が小学生の頃って何見に行ってたやろ。たまごっちの映画とか見に行ってました。たまごっちの映画見に行ったし、あと、今なんかマキコさんのことでさ、頭いっぱいすぎてさなんか語彙力をほんまに失ってる。ハートありがとうございます。テンション上がりすぎたら語彙力失う。え、ミキちゃんの特徴捉えときますね。ミキちゃん、石相撲。2人とも特徴はあるんですけど、なんか真似できないんですよね。わかんない、なんか難しい。え、ミキちゃんの歌ずっと聞いてたい。めっちゃ好きなんですよ。だからなんかレッスンの時とか練習の時とかになんかこう歌ってるのがすごい好きで。あ、ありがとうございます。かぼちゃありがとうございます。ありがとうございます。ハートありがとうございます。レイさん、人生疲れたか？大丈夫？加藤優さんの、え、なんかみんなキャッチフレーズを知ってるから、みんな見てますか？あ、これ聞いてるよ。みんな見てますか？見てるよ。あ、レイジュンさんはアナちゃんとミレイちゃんと同い年なんですよ。で、後ろの子がここか、後ろの今色同化してんねんけど、同化してんねんけど、そう、アナンちゃんと同い年なんです。やだ、もう時代感じる。ハートありがとうございます。2匹いますよ。2匹いるんですよ。こんばんは。ありがとうございます。嬉しいです。なんかさ、歌詞ずっと持ってたらなんかミオちゃんみたい。好き。今なんかめっちゃ声渋くなかったですか？10期生好きみたいな。バリ声渋かった。え、ちょっとシーズーって言うんですかね？シーズーなんですかね？どっちなんですかね？めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛い。私好き。国歌好きなんですよ、私。国歌買ってみたい。なんかベローンってしてんのが可愛い。
こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。誰がイケボや。国家、その国家ちゃうわ。あ、ミオちゃんっぽくない。5秒に1回髪直すルーティン。え、何コインかわからないんですけど今日。え、ちょっとニヤニヤしちゃうからさ。おいしい、おいしい、おいしいコーヒーのことか。おいしいコーヒー。残忍でシース。あ、なんか私めっちゃなんかさ、やばくないこれ。私私ニックネームにすごい悩んでたんですよ。めっちゃおもんないこと言っていいですか。やめよう。かやめます。おもんな、早い、それは早い。へっこいったかな。何そのコメント。私今マキコさんのカードでやってるんですけど190何歩かでした。全然進まない。そっから進まない。でよ、え、カーリーって呼んでください。はい、どうも西美穂です。もう嫌やって。つまらん。まあそういうことすぐ言うやろ。みんな厳しい。おもろすぎ。やっぱみきちゃん推しの方はさすが。もう優しいよ。皆さんもう見習って。本当にどこ笑うとこでした今。マキマキミート見て、ま、言われんかった。マキマキミート見てるよ。嬉しいです。ありがとう。周りはバブル時代。おもろいこと言ってや。ほんま、そういうのあかんで、そういうのあかんで、そういうのあかんで。西井さん最近は感じする。え、私もさ、やばいかもせん。私感じほんまに弱くて、なんかほんまにアホなんですよ。そうなんですよ。あの小学校が全盛期、小学校の時は賢かったけど、なんか中学校入って落ちぶれていった。え、けど小学校の時リリーって呼ばれてました。リリーリリー絶対笑ってるやろ。照明笑ってるやろ。誰がリリー・フランキーさん。分数で置いてかれるは早くないですか。私なんかあの英語出てきたら置いてかれた。西井さんか秋さん、どちらを押すか。もうどっちもね、行きましょう。あ、みおちゃんやん。ちょっと待って。あ、今日前髪調子悪いな。どうも西井みおです。え、待って、本物って。本物こっちやねんけど。本物私なんですけど、本物なんですけど。プロさんも、え、ユニバ全ユニバ案内しますよ。うるさって言ってる。え、うるさって言ってる。お前うるさって言ってる。雲出た、雲出た、雲出た、雲出た。
めんな。なんかこう自分のさキャッチフレーズを探そうと思ったんよ。思ってこうなんかみんなのキャッチフレーズを、まあ、あーやからさなんかあった時さこう一番最初かなみたいな自己紹介やからこうみんなのキャッチフレーズを取ろうと思って、なんかフィリピン出身小学6年生みんな見てますか、お芋大好きはちまるちゃんって呼んでくださいみたいな感じでいこうと思って、でみよちゃんの真似になったの。え、みよちゃん嬉しすぎてさどうしよう、みよちゃん嬉しすぎてどうしよう、みよちゃんみよちゃん、いやうるさって言ってさどっか行くのはやばいって、ちょっと待ってうるさだけさ言い残してどっか行かんとって、あそうコメントしてくれた、そうはちまるちゃんが懐かしくって泣きそう、みきちゃんね、本当に私なんかみきちゃんのみきちゃんに3時間歌ってほしい、もうできるなら6時間とか歌ってほしいねんけど、さすがにちょっと喉心配やから3時間でいいからなんかずっとリクエストした曲歌ってほしい。え、けどそのくらい聞きたいんですよ、みっちゃん。あ、みおちゃん。レイちゃん、こっちやって。みおちゃんまだ見てるかな。みおちゃんまだ見てるかな。みおちゃんまだ見てる。みよちゃんまだ見てるかな。あ、ごめんなさい。あかんって待って待ってやめて。リンゴちゃんっていう、みよのリンゴちゃん、みよのリンゴちゃん。ごめんなごめんな、みよのりんごちゃん飾っとくわ飾っとくわ。もう何なんですか今日、なんか私大丈夫ですか、明日何か起こらないですか、大丈夫かな、明日なんかいきなりさ青春ガールズの振り全部忘れてるとかないですよね、大丈夫ですか。ねむかさんがショールームでリカちゃんの話したら仲良くしたいって言ってたよ、私大丈夫ですか、ほんまになんか大丈夫かな、私明日起きたらほんまに大丈夫、お風呂入ってくるって言ってらっしゃい、ありがとうみおた、大丈夫かな、なんか変わった親持ったなって思う、これ見てたら。なんかこうリビングに置いてあるんですよ、これがいつもかかってあって、でなんかふとした瞬間にこう、ああ自分の親って変わってんのかなって思います。何撮るの、チャンネルとかです、結構なんか強いんですよこれ力。なんかこう座ってる時にこう撮るみたいな、なんかいつも言ってます、なんか犬にこう犬がなんか
ャンネル撮ってって私頼まれて、え無理みたいな、今もう寝てるからみたいな言ったら、なんか犬に向かって働かざる者食うべからずって言って、こんくらい取りに行きんやって言われてました。かわいそうにそう、働かざる者食うべからず。え関西弁を、関西弁を、関西弁をですか、恥ずかしい。え私大丈夫ですかほんまに。え明日なんか起きますよね絶対。え大丈夫かな、ちょっと明日やばい、標準語喋れますじゃん。嬉しいです、ちょっとかしこまろう、かしこまろう、ほんまにこんばんは。え嬉しいです、めっちゃ。えありがとうございます。え嬉しいんです、嬉しいんです、えめっちゃ嬉しいです。えありがとうございます。え、なんか恥ずかしいですね。え、大丈夫ですか、私ほんまに明日雪どころじゃないって、絶対明日マジでなんか起きる。モノマネできないですモノマネできないです。え、10期全員コンプリートしますね、頑張って1時間。え、面白い、関西人で頑張って、無理よ。なんか今日幸せですね、いつもやけど、なんか最近毎日幸せって言いすぎて幸せの価値が薄れていってる気がする。お母さんの話してよ、あの聞いてもらってもいいですか。私のお母さんちょっと変わってて、なんかこんなん買ってきたんですよ。っていう話です。恥ずかしい。それなんかチャンネルとか撮るやつです、多分チャンネルとかをこう撮りたくて、撮りたいけどなんかめんどくさいからそう犬に撮ってって言うんですけど、犬がね撮らないから、滑ったな、やってもらった。恥ずかしいんですけど、マジックハンドって言うんですか？笑うとこしかない。え、なんか最近思うんですよ、自分のなんか過去のなんかショールームとかってすごい黒歴史なんやろうなって。物ボケ、今私あの最近ずっとあの山本さやかさんのを見てて、だから今これをやってなんかちょっと思い出しちゃって、それしか思い浮かばないんでできないんですもんね。え嬉しいです、本当にありがとうございます。あとあと笑い話になるから、笑い話になってないのが問題なんですよ今。モノマネとかしちゃってさ、今日もしてるけどさ、なんか今日の これもさ、あー黒歴史なよなと思って。あ、いいやんハロウィン。嬉しいです、本当にありがとうございます、見に来てくださって。え、お話ししたいです恥ずかしい、恥
しい。最近のリアは守りに入ってる。前はもっと暑かった日がね。暑いとかある？今更ながらこれありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ちょっともうさ、もうちょっとなんかこれ以上喋ったらさ、マジの黒歴史になりそうやから、なんかいつも思うんですよ。なんかこうやってこうよう喋れるなーって、一生喋ってる気する。何を守ってるん？え、プライド。ないけどそんな。昔はリアンしてくれたのよ。一生せん。カワウソールおるで。ほら便利やろ。便利ですよね、めっちゃ。こういうのがいいんですよ。こういうのが便利。便利ですよ。皆さんお買い求めをぜひ。捨ててない置いたの。つなぎだったの、まあまあ1歳年取ったからな。まあ21なったし。だいぶ大人になったかなって思います。こんばんは、こんばんは。何に使うのに買ったの？なんか多分椅子とか座ってて、こう 今だってさ、こうなんかいちいち立つのめんどくさいからこんな感じ。メイクは得意じゃないですけど、好きです、めっちゃ。かまちゃん同じ1999年とは思えへん。上に見える、下に見えます。遅い夕飯でおでんを食べよ。まあ、え？おでんを食べてましたけど、おでんを食べよ、バイバイってこと。ありがとうございました。え、21なの？同級生じゃん。ほんまですか？21ですよ、私。ワンちゃんどこ行ったの？ここにいます。ここと、あのソファーと同じ色やから。かのんちゃん配信？そう、トロさんも、あ、ごめんなさい、変えときます。さっきまでみおちゃんの真似をしてたから。まで何分くらいやってますか？私風呂入ろうかな。かぼちゃありがとうございます。何件？トイプードルです。トイプードルです。なんかめちゃ懐かしいです。なんかオーディションの時に私ショールーム配信のやり方分かんなくて、私だけ一生ゼロだったんですよ。なんかあれって一番最初ってなんか顔の画像すらなかったじゃないですか。こう何番って感じだったじゃないですか。あれみたいな、数字だけでももうあかんって思われてんのかなと思って、そしたらね、配信開始って押してなかった。5分間ぐらいずっとなんかカメラの前で決めてた。どの角度でもいいよ、なんかこんなんしてこんなんして決めてた。マジでやばい。おもちゃありがとうございます。危ない。
そう、15分間ぐらい解消してなかったっけ。全然ね、押してなくて、ずっと誰にも見えてないのに一生カメラの前で顔決めてました。みよちゃんのモノマネ、あ、大阪府出身の西井美代です。趣味はチョコとトロサーモン、嫌いなものは雲どんな顔、え、なんかずっと混乱してた、あれ来ないなとか言ってあれ来ないな、誰も見てくれないな、一回消して、え、なんかみんな、なんか何千人とか見えてて、私の数字ってそんななんかわかんのかなと思って、好きな食べ物はトロサーモン、趣味は蜘蛛退治です。どうも、アンキリカです。どうも、アキリカです。アキリカじゃない、西井美代です。今日前髪の調子悪いな。趣味は雲退治、好きな食べ物はトロサーモン、どうも、西井美代です。やめてください、西井美代やったらさ、こう串をわざわざ出さないとあかん。え、今日話してたんですよ、あの西井美代なのか西井美代なのかっていう話をしてて、で、あの自分では西井美代って言うって、だけどみんなからは西井美代って言われるって言われたから、そこもちゃんとこう学んで、だから次からはみきちゃんとかみずきちゃんの学んでやりますね。けどみんなさ、ほんまにさ可愛いからさ、大丈夫、私が西井美代、え、なんですか、ツイートいただいて、なんですか、え、なんか声しぼなった、まだほんまの声ですよこれが。青木さん可愛いです、青木さん可愛いよ、え、何言わされてる、誰かに言わされてる誰かに言わされてます、どうした、え、誰かに言わされてる、リカちゃんめかどうした、絶対誰かに言わされてるやろ、やめてくださいよ、なんか絶対誰かに言わされてるわ。リカちゃんかわいい、絶対言わされてるやん、代わりに何を受け取って、代わりに何を受け取って、代わりに何を受け取ったんですか、皆さん絶対明日なんか起きるって、明日めっちゃ怒られたりすんのかな、大丈夫かな、もっともっともっと言ってください、もっともっと謝った、もっと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 マジで黒歴史になるからさ、はい、もっと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 行きましょう、もっともっと、後ろのワンちゃん返すの、なんでやねん確かに可愛いけどもっと行きましょう、まだ行けるよ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 、まだ行けますよ、まだ行ける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 、まだ行ける、まだ行ける、まだまだ行ける、ありがとうちょっと気分いいとこで終わっとこうかな。あ、犬です、犬です、ワンコ呆れてる、掴んだろうか、うん、さあ、ミアンはショートカット、ミアンはショートカットの要請、もっと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 行きましょう、もっと
おっともっと、はい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 、あ、もう可愛い以外でいきましょう。可愛い以外で、おっともっと大丈夫ですか、これ後でなんか青木めっちゃ調子乗ってたみたいな、青木マジ調子乗りすぎてえぐいみたいなハッシュタグ青木うざいみたいなハッシュタグ青木やばいみたいな、大丈夫ですかすぐさすぐさ、ハッシュタグさ、ハッシュタグです、ハッシュタグやったらディスっていいと思ってる。シャンプーの CM 短ない、大丈夫もっと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 、もうほんまさやめましょう、もうなんかあかんで、ね、こういうの私も同期にも会えへんわ今日のせいで先輩方ともお会いできない、恥ずかしい、なんか嬉しい、嬉しいですね、なんか幸せです、ほんまに幸せやなって思う。たこ焼き二刀流ってどういうこと、かわいい、ありがとうございます、プリチーやで、かわちい、制汗剤の CM が似合いそう、いや制汗剤めっちゃ探してるからさ、おすすめないですか、喋らなければモデル風、いや喋ってもあかんし喋らなくても風やん。青木ちゃんゴルフしたことありますか、なんか打ちっぱなしには行ったことあるんですけど全然できませんでした、ほんまに向いてないんやろなって思った、何持っとるの、あハロウィンです、リアンが笑えば花も咲く、どうも青木リカです、シーブリーズはオレンジ色のやつ使ってます、そのトング何、なんか物を掴むやつです、なんか例えば例えば、あそうだ、ミオちゃんのぬいぐるみが欲しいから取れるじゃないですか、やっぱ大阪の人って持ってるんですかね、これどうなんやろ、あ、みゆちゃんのじゃないです、たまたま一緒やったんですよ、でオーディションの時やったっけからなんか思っててあれと思って、このぬいぐるみ私も持ってるなぁと思ってました、かわいそうです、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、勧誘感、そう勧誘感めっちゃ勧誘感に行ってました、いやなんか勧誘感ってさ感想って結局なんか美味しそう、カニとかおりやん、美味しそうって思います、小声で言っとく、みおちゃんが持っていたから可愛いと思ったけど、お店に売ってましたか、なんかお土産売り場みたいなところで売ってます、なんかキュピキュピなるんですよ、あのもう犬が噛みすぎてならないんですけど、多分みおちゃんもなるかな、イワシの群れってめっちゃかっこいいですよね、光当てたい、光当ててさやりたい、大丈夫かな、なんかなんか、え、だって今日え、大丈夫ですか、ヒレターさんとマキコさんでしょ、大丈夫ですか、私明日
本当にめっちゃ怒られるとかないですか？なんか起きた瞬間なんか説教のライン入ってるみたいなないですか？起きた瞬間なんか事務所の中だからめっちゃ説教ライン入ってるとかないですかね？大丈夫かな？もうなんか怖くなってきた。そのくらい今日は幸せでした。なんか一日全部が幸せでした。ほんまなんか朝から晩まで幸せでした。ということでこれ以上黒歴史をね残さないように、家庭訪問来てみ来てみ、名古屋やろ来てみ、来れるもんなら来てみごめんなさい、あきさんこんばんは。でも終わっちゃうんですよ。これ以上黒歴史を増やさないためにあおりやあおりやるみんな最後に最後にもう一回最後にもう一回お願いします最後にもう一回お願いします。最後にもう一回アリアンかわいいです。ありがとう、かわいい、ありがとうございますアリアン配信お疲れ様でした。いつもありがとうございます。もっと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 ちょうだい。はい、ありがとうございました。雪見大福に似てる、今日一超えてた。ありがとうございました、ほんまにありがとうございました。まきこさんも平川さんもありがとうございました。本当にありがとうございました。嬉しかったです。みおたんもかのんちゃんもありがとう。皆さんいい夢を見てください。青木が出たら出演料。それではおやすみなさい。